1609年版の表紙、オルフェオは、クラウディオ・モンテベルディが作曲した五幕からなるオペラ。1607年に初演された、モンテベルディが作曲した最初のオペラである。16世紀末に、フィレンツェのカメラータを主体として、新しいモノディオ式の歌唱を主体とする音楽劇が考案され、ヤコポペイリのダフネ及びエウリディジェ、ジュリオ・カッチーニの エウリディーチェなどが作られた。オルフェオはモンテベルディが、マントバ公爵ヴィンチェンツォ・イッセイ・ゴンザーガに仕えていた時の作品で、オペラあるいは音楽劇としては6番目の作品に当たるが、劇音楽自体はオペラ以前から存在していた。例えば、巻歌劇は大規模な舞台装置とオーケストラを使用していた。他に、幕愛劇もあり、フランス式のバレもあった。 モンテベルディはこれらの様々な形式すべてに精通していた。オルフェオの音楽は、多種多様な要素のほとんど、無節奏と言っていいほどの混合物であり、カメラアータによる物理形式のみでなく、羊飼いたちの合唱に見えるマドリガーレの形式、名人芸的な歌曲など多彩な形式を用いた。活性法は大胆であり、また歌と踊りを結びつけ、 カメラアタの形式とは異なる優接歌曲形式も許容している。これによってモンテベルディア・モノディによる音楽劇を後世のオペラに近いものにした。オルフェオニワダ・カーポアリア、優接歌曲、ライトモティーフ、劇的なモティーフを伴った楽器法、レチタティーボなど後世のオペラに用いられる形式やその可能性がすでに示されている。しかし、 後世のオペラと異なる点も少なくない。合唱の多様は大きな特徴であり、いわゆるバロックオペラが個人の歌唱を中心としているのと異なる。二幕以降の各幕は大規模な合唱で終わる。またシンフォーニアなどの純粋な企画曲も多用される。ペーリの作品が今や名前が知られているだけといって差し支えない状態であるのに対し、オルフェオは 実際の上演に耐えうるという意味で最初のオペラということができる。オルフェオが作曲された当時、オペラという語はまだ存在しておらず、モンテベルディ本人はこの作品を音楽による偶話と称している。リブレットはマントバの宮廷初期だったアレッサンドロ・ストリジョによって書かれた。マントバ公爵邸の建物正確な初演状況は不明な点も多いが、 1607年2月24日の社肉祭の日にマントバの公爵邸内でアッカデミアデッキ・インバギーティのメンバーたちを前に上演されたと考えられている。初演が成功であったことは明らかでマントバ以外にクレモナ、トリノ、フィレンツェでも上演された。また1609年と1615年に正式な送付が出版された。出版された楽譜には 公私フランチェスコへの拳事がある。二回も印刷されたことは並外れた成功を物語る。オルフェオはモンテベルディの生前に出版された唯一のオペラだった。なお、初演時のストリッチョによるリブレットと出版された送付では結末が全く異なっている。リブレットではオルフェオがバッコスの巫女たちから逃れ、巫女たちの合唱で終わっていた。 しかし出版された楽譜ではアポロが出現して、オルフェオを天井に引き上げる。バンサン・ダンディ・モンテベルディの死後、17世紀後半には、その作品は忘れ去られた。1881年、ロベルト・アイトナーが若干短縮した形で、現代の楽譜に直して出版した。バンサン・ダンディによって演奏可能な形に編曲され、パリで1904年にスコラ・カントルムによって、 演奏会形式で演奏、1911年にはパリのレジャーヌ劇場で復活上演された。オルフェオを現代においてどう演奏するかについてはその後も試行錯誤が続き、1925年にはカール・オルフによる復元版がマンハイムで上演された。またパウル・ヒン・デミットによる復元版は1943年に演奏会形式で 1954年のウィーン芸術週間ではオペラ形式で上演された。青年時代のアーノンクールはヒンデミット版の上演を見たのが決定的な経験になったという。最初の録音はカルージオ式スカラザによる1939年の演奏である。小楽器による演奏は1955年にアウグスト・ベンチンガーによって初めて行われた。ただし、 弦楽器は近代のものを使用していた。1969年のアーノンクールとウィーン、コンセントス・ムジックスの演奏では弦楽器を含めて小楽器を用いた。アーノンクール版は1969年に録音が、1978年にはジャンピエール・ポネルの演出によるチューリッヒ歌劇場のビデオが販売された。1985年にはジョン・エリオット・ガーディナーと イングリッシュバロックソロイスツバンが録音されている。その後も繰り返し舞台にかけられている。登場人物と楽器の一覧印刷された楽譜の冒頭には以下の楽器が記されていて非常に豊富な編成である。特に弦楽器の種類が多い。これはインテルメディオに使用されていたオーケストラと同じものである。しかし楽譜の中で楽器が指定されている箇所はわずかしかない。 また、ここにない楽器が指定されている箇所もある。印刷された楽譜の冒頭に記された登場人物は以下の通りだが、人物の声種について記されていない。初演時には、カストラートのジョバンニがルベルト・マーリィンがムジカとおそらく、スペランツァを歌い、カロンテとプルトーネはバス歌手、オルフェオは、テノールのフランチェス・コラージ、エウリティーチェは、ソプラノ・カストラートのジロラモ・バッチーニ神父が歌ったと、 推測されている。アポロもオルフェオと同じくテノールだった。トッカータと名付けられたファンファーレによって曲が始まる。ファンファーレは3回繰り返される。最古のオペラ上曲と呼ばれることも多いが、ニコラウス・アーノンクールによると、この曲はオペラ本編と無関係でゴンザー崖の栄光を称えるための音楽である。ついで気楽のリトルネットが演奏され、これが 実際の前奏にあたる。このリトルネットは、第二幕の終わりと、第五幕の冒頭でも再び出現し、地上の世界を表している。ムジカが現れて、プロローゴを、リトルネットを挟みながら歌う。このプロローゴは一種の優雪変奏曲になっている。トラキアのので、序章、この楽しく幸せな日にに始まる妊婦と羊飼いたちの、合唱がオルフェオとエウリティーチェの愛を祝福して、 歌い踊る。この序章は二つの楽譜が、後世のダカーポアリアに似た形に構成されている。合唱と踊りの間に独唱が挟まる形式になっている。最初に、オルフェオが太陽を叩いて、天井のバラを歌う。また、エウリティーチェは、我が喜びも、いかばかりかを歌う。後半は気楽によるリトルネットを挟みながら、妊婦と羊飼いによる二重章や三重章が続く。 前半は、まだ大一幕の祝宴の音楽が続く。オルフェオの歌を、羊飼いが叩える。突然、妊婦の一人シルビアが到着し、ああ、痛ましい出来事を歌って、エウリディーチェの死を知らせる。この曲は、物議的だが大胆な不協和音を含む。エウリディーチェの死を嘆くオルフェオの歌、我が命なる君生きてが続く。スペランツァに力づけられてオルフェオは冥界に降りて、 エウリディーチェを取り戻そうとするが、冥界の川の渡し森であるカロンテはオルフェオを拒む。ここでオルフェオはカロンテを説得するための壮大な読書、力強い霊、恐るべき神様を歌う。この曲は、名人芸的な技巧を要求し、オペラ全体で最も有名である。独奏バイオリン、コルネット、ハープ、弦楽合奏を順に伴う。カロンテは説得されないが、眠り込んでしまい。 オルフェオはその隙に川を渡る。人間の力を称える合唱によって幕となる。冥界の王プルトーネの妻プロセルピナはオルフェオの歌に感動し、その願いによってプルトーネはオルフェオが後ろを振り返らないことを条件にエウリディジェを返すことを許す。合唱とオルフェオの喜びの歌が続く。しかしオルフェオは我慢できずに振り返ってしまう。エウリディジェは歌いながら、 冥界に引き戻される。シンフォニアと合唱によって幕となる。再びトラキアノのオルフェオは絶望して歌う。この曲はエコーの効果を伴った特殊な曲である。この効果は今や嘆きに応えてくれるのが子玉だけであることを表し、オルフェオの孤独を象徴している。シンフォニアに続いてアポロが出現し、オルフェオを天に上げる。 アポロとオルフェオは昇天の二重章を歌う。羊飼いの合唱がそれを見送り、モレスカを踊る。ありがとうございます。